アマル神はウルダイ三王朝の第三大王。兄弟の主神と争い王位を奪われた。名前は神神の孔子牛の意味である。アマルはシュメール語であるが、神はアッカド語であり、メソポタミアにおけるアッカド語の普及が進展していたことが見て取れる。全王シュルギの息子として生まれた。父の後を継いで王位についたが、彼に関する情報は少ない。彼は、 ウルダイ三王朝の歴代王の中でただ一人、王参加を残していない。彼の業績として目立つものは、エリドとニップルの神殿の造営であり、エンリルの家を高くせし者と碑文に残っている。また、不王が建設していた城壁の建造事業も継続し、アムル人などと戦った。しかし彼は兄弟である、主神と対立していた。主神は反乱を起こし、 紀元前2040年頃までには王を名乗っていた。さらに、アマルシンは、宮廷内でも敵を抱えており、その一人は王妃アビシムティであった。彼女は、アマルシンを見限り、主神の反逆に手を貸した。間もなく、アマルシンは殺害され、主神が王位を奪いアマルシン派の官僚たちは、失脚した。後代に、アマルシンは、無能な王として記録されたが、 これが多いを得た、主審側による宣伝の結果広まった評価である、可能性は高い。ありがとうございます。